スウェット族とは上下同色のスウェット素材の医療をセットアップで着こなすファッションを指す。あるいはスウェット医療で街を徘徊する人を指すファッションに関するスラングでもある。スウェット族という名称が誕生した時期は2000年代前期と考えられる。スウェット医療は特にヒップホップ系ファッションにおいてよく用いられており、B 系でも裏。 ハラ系でもスウェット医療が一世を風靡していた。しかし、同時に、これらのファッションが、いわゆる、バッドボーイファッションに位置づけされる傾向もあり、あるいは前述の B 系、裏、ハラ系ファッションのように同じスウェット素材を用いた、医療であってもデザイン性の高いシ繍やプリントを施してあるのに対し、不良少年少女が好んだスウェット医療は無事及び、それに準ずるものを上下で着用していた。 スウェット素材を用いた医療は、伸縮、休館、防寒という機能性の面では十分なものであり、そのため日本では、作業着や寝巻きなどによく用いられている服装であった。日本では、寝巻きのまま外出する行為や、そのファッション性について、批判の対象となっていたため、服装の乱れについて、しばしば物議を醸すことも多々あった。スウェット族等場以前に、 日本の少年少女が深夜徘徊をする際のファッションとして流行したのがパジャマであった。当時はヤンキーブームであり、あるいはトレンディドラマなどでパジャマ姿で外出するシーンが見受けられるなどの影響から少年少女たちが好んでパジャマを着用した。また、ミッキーマウス、ドナルド・ダックなどのキャラクターグッズとしてパジャマが登場するなどパジャマにも高いファッション性が 求められるようになったことが、パジャマでの外出が多くなったことにつながったとも言える。ヤンキー系ファッションから、ギャル男に変異する過程の中で、チーマーというものが登場した。このチーマーはファッションがヤンキーと比較して一角していたために、ヤンキーファッションが次第に淘汰されるようになってくる。一般的なファッションもバブル期までのモードやトラッドから、 ストリートファッションに変異していく過程であったことも加味し、チーマーからカラーギャングなどが派生し、アメリカのヒップホップ系ファッションをイメージしたものが登場していった。この変化に影響され、ヤンキー系ファッションでもスポーツ用品メーカーのジャージが特に好んで着用されるようになった。この当時のジャージは一般的に知られている。 ジャージー素材のものではなく、ナイロンやポリエステル製の平折りで、薄い生地だったため、その摩擦音が大変目立つものであった。したがって、その擬音から由来して、当時これらの服装をする人を、シャカシャカジャージ軍団、シャカシャカ族などと呼ばれていた。好まれたブランドとしては、イタリアのカッパや、当時は創業してまだ間もなかったフブなどが挙げられる。2000年代に入って、 ウィンドブレーカーからスウェットに変異していく。特に PK ファッションが圧倒的な流行を示すようになり、それに従って男子の間ではスウェットが標準的な外出用の医療となった。ただし、この時期の女子の間ではヤンキーが減っておりそのほとんどがギャルに転化したことで女子のシーンや徘徊ファッションは一般的なギャル服、あるいは人米であった。2004年に ギャル系女子の間で着ぐるみを着用する着ぐるみというスタイルのファッションが流行した。この着ぐるみはピカチュウやケロロ軍曹などのキャラクターの柔らかい素材の着ぐるみで下着以外はこれだけを身にまとって街を徘徊した。この着ぐるみは当初は部屋着として考えられたものであったが渋谷を中心に着ぐるみで外出するギャルが登場したことから全国で同様のファッションをする女性が登場した。 また、着ぐるみが109系のファッションビル以外に、ドンキホーテなどの若者が好むディスカウントストアに商品を置かれたことも相まって非常に流行した。しかし、都心部から次第に廃れていき、一部の地区を除いて2004年に、この流行はなくなった。ただし、この現象は、女子が部屋着ともに巻きとも取れないようなファッションで外出したり、 深夜徘徊することに抵抗を薄れさせるには非常に効果が高かったと言える。着ぐるみの流行がスタレた後2004年、ないし2005年頃よりギャルやそれに準ずる女性がスウェット医療の上下セットアップで街を徘徊することが多く見受けられるようになる。特にプレイボーイとユニクロのブランドのスウェットがこれらの女子に好まれプレイボーイに関しては 当時109に入っていたファッションブランドとしてプレーボーイがあったため同ブランドのスウェットが爆発的に売れた。また、このスウェット衣料は着ぐるみブームの後にドンキホーテで販売された。色は無地のグレーや黒、紺が人気が高かった。その後、スウェット族は2006年頃まで大流行したものの、再びジャージー素材のセットアップが流行し始める。 以前のジャージ流行と根本的に違うのが、その傾向が女性に集中している点であり、男性も一部では、ジャージ族が見受けられるものの女性のそれと比較すると、圧倒的に数が少数であった。2007年頃から現在にかけて、女子高生、女子中学生を発端に流行し始める。主に、プーマとアディダス。 ナイキなどのスポーツメーカーのジャージが流行し、特に根地にピンクのラインが入っているものが好まれる傾向にある。また、限定的にプーマのジャージを着用する女性のことをプージャ族と呼ばれ、これに健康サンダルが定番のファッションとなっている。ありがとうございます。